昨日のね、光と明かりと日向子が負けたやつもちょっとおさらいするからね。りょうやもよく見てて、りょうやもよくそういう負け方する。こうやって内容通になってて、ね、こう日向子の場合、コーチが蹴ってきて、ね、休んでこう蹴ってきて、蹴るんですか？蹴る？もういいね。倒そうなんて思ってやってるならダメ。もういい。手数の一つとして考えてやるんだよ。こんなもんは相四つでできねえときに、こんな足なんか避けてると隙ができるから、もう蹴ってくるのは分かるんだ。もう受け止めろ。受け止めるときにただ受け止めてると痛いから、少し来るのが分かるんだから、ちょっと下に曲げるんです。そう、相手が痛い。もう受け止めろ。受け止めるときにただ受け止めてると痛いから、少し来るのが分かるんだから、ちょっと下に曲げるんです。相手が痛い。もう受け止めろ。受け止めるときにただ受け止めてると痛いから、少し来るのが分かるんだから、ちょっと下に曲げるんです。相手が痛いね。ちょっとこう寄せろ。まあ、もう寄せる。そう、ちょっとだけで、ちょっとやることによってこっちの方が痛くね。それでいてね、昨日の場合、この最終的にこの小外みたいなのやられて、トトトって下がってってね、あの相手の子倒せなかったけど、それ単純にまだ多分相手の子がそれ練習中なんだと思う。他の技みたいな、こう小外じゃないけど足払いでやってギュッて、多分こうやって長くやる練習してる。でこれやってて、でもトトトって倒れてって、昨日の場合ひなこトトトって自分で倒れてっちゃった。倒れていっちゃったことに自分足ついちゃったんで、倒れんじゃねえ。足ついちゃった。こうやってやってて、トトトって倒れて、このまま普通に行けば倒れたんだけど、自分の歩幅が合わなかったんで足をついちゃった。それでいて普通に後ろにぶら下がった。これでいて、でも倒れないで後ろ行け、こうやって行ったんだけど、トトトって歩いてやれちゃって、倒しようがなかったんで、ここでなんか相手を助けちゃった。でその後にやられたのが、軽くやっといて、こう足を見せて、もうこう来たらもう練習してない子っていうのはチャンスと思って、あ、大外かけられると思って、こう大外に、でそこを狙って返されて、チャンスと思って、あ、大外かけられると思って、こう大外に、でそこを狙って返されて、チャンスと思って、あ、大外かけられると思って、こう大外に、でそこを狙って返されてね。そういう技もある。均衡した場合ね、3分使ってやる。あと昨日の光の場合、技かけて打ちまたね。これで返されました。で光がどうやって戻ったかっていうと、戻ってこのまま戻ったんで、この足かけられて、こう外でね、こうやってこう突っ張られて、その時にかけて戻る時にね、この手を突っ張りながら足を戻せば、この足は届かなかった。だけどもう返されちゃって逃げることばっかりで、手を曲げたまま相手がついてきてるのに、戻ったから返された。手の曲げ伸ばし前説明したろ。相手をこの場所に留めておくために、引くって動作だけど、自分が近づく、相手が後ろ行かないためにね。で自分が離れる時っていうのは、相手が前に来ないために突き放す。これをね、忘れちゃダメなんです。この繰り返しなの。それでいてどうにかなる。で、あかりのあの距離からの打ち、またね、バーンって、あれはいい、すごくいい。あの距離でやって、その後の全国チャンピオンはバーンと投げてたわけ、足車みたいにこう回すようにして、こういい距離になると、背負い投げで座ってくる人にはちょっと遠くていい。もうこの時点で腰引いて逃げるから、なかなかすかせ技って使う人いないから、もうこの位置から内股バーンと入っていったらね、慌てて近づく必要ない。バーンってやったら、この手、これ昨日の明かりはこうやっといて立ってるバーが、こう入ったのはいいんだけど、この手を引かなかったから、相手がこっち来て、本当だと
この手を引かないからこのまま倒れていく。ドシーンと。あれがもう一個こう引っ張れれば、相手がビョーンっつってこっち乗っかってきてるのに、腰に乗っかってあげてビョーンっつって、ものすごい一本になる内股だったはずなの。たった一個それがなかったために飛ばない。だから忘れちゃダメだ。引き手っつうの引っ張る、吸ってね、どんな遠い間合いからでも近づかないとかけらんないじゃないんだ。遠くていいんだよ。近づけば座ってくるから。やられるだろう、みんな背負い投げ。だからもうこの状態、指が引っかかって、もう引っかかって近づきながら逃げる逃げれる段階になったら入っていけばいい。そうするといい感じの間合いで入れるから、不思議とね。なんか近づけとかスピードってよくいろんな先生に言われるけど、あれ迷信だから。その先生たちは多分力があったんだと思うよ。そうやって生き残ってきてる先生たちだと思うから、パワーもあるし何もあるし。何も持ってなかった先生が生き残ってるのはあんまり見たことないから、杖先生が教えてて、ね、そういうもんだ。間合いの力の使い方だ。曲げて近づくだけで相手が勝手に動くから、それが柔道だ。 OK、 はい、終わります。はい、お疲れ様でした。